本日は皆さんご来場誠にありがとうございます、それでは会見を始めさせていただきます。ジュニアバトルオブグロリー出場全選手の入場です。以上全10選手でございます。今回の、リーグ戦のために自分は2週間前にインフルエンザやりましたんで、もうこれでリーグ戦中にインフルエンザで自分休むことないんで、まだもしかかってない選手いたら、インフルエンザになると最近プロレス休む傾向にありますんで、自分が絶対優勝します。ありがとうございます。さあ、丸山選手、同ブロックで、マークしている選手、いらっしゃいますか？そうですね、自分のブロックでマークしている選手、やっぱり今まで、2回やって、2回勝てなかった佐藤ひかる選手、自分が勝てないこと自体は珍しくないんですけれども、少しも動揺をさせられなかった、隙を作れなかったということで、今回は佐藤ひかる選手の対策としてですね、蹴りを使う選手がこのブロック多いですから、蹴り足をキャッチしてからのダブルアンキレステップバックフリカホイップ、これ決めてやります。ありがとうございます。そして、決勝戦で戦いたい選手いらっしゃいますか？決勝戦で戦うというと、やはり A ブロックの選手になるんじゃないかなと思います。やはり A ブロックの中でも青木淳選手、この選手がですね、自分がこのリーグ戦に出てる理由の大半を占めています。決勝でリング上で青木選手に直接言いたいことがありますので、僕は死にませんということを伝えたいと思います。マックスボンバーズ、田村和弘です。大森さんの何恥じないようマックスボンバーズとしてこのリーグ戦優勝したいと思います。応援よろしくお願いします。それでは田村選手、同ブロックでマークしている選手いらっしゃいますか？中島選手以外。ありがとうございます。それでは、決勝戦で戦いたい相手は誰でしょうか？そうですね、A ブロック、僕の必殺技見て分かるように憧れの選手いますし、そして戦いたい相手じゃなくて戦いたくない相手も A ブロックにいるんで、昔ちょっと調布の方でいろいろ一緒にやってたちょっと嫌な選手がいるんで、それぐらいですね。はい。昨年度準優勝、佐藤ひかるです。今年は組み合わせを見て、A ブロックがとんでもない混戦模様になるなと思ったんですけど、自分のいる B ブロックは1強4弱、特に鈴選手もいない中、これはもう決勝に出ることが、当然として全員立たなくするぐらい、しないと、所属の名前は違いますが、全日本ジュニアの、どんどん人がいなくなる中、青木淳を支えた一人として、市場課題だと思っております。僕は1月1日に、インフルエンザの症状が出ました。そのまま2日3日試合しましたが、病院も行かず、普通に鍋だけで治したと、体の出来が違うと、今、丸山選手の話を聞いてて、より一層自信がつきました。1週間前のパンクラスでも、1ラウンド1分で KO が勝ってますので、
5人、4人、まとめても10分以内に倒して決勝に行きたいと思います。以上です。ありがとうございます。先ほど一強4着と、触れていただきましたが、特にマークする選手というのは、マークされる側だと思ってますので、特に気をつける人はいないです。はい、わかりました。それでは、決勝戦で戦いたい相手というのはいらっしゃいますか。もちろん青木さんにも出てきてほしいなと思うんですけども、出ると思っている人もいますし、今まで一回も勝ったことのない田中美濃選手も、向こうのブロックにいます。同世代として、出る方がいた選手もいますし、どんどん今力をつけてきている、若い選手もいます。誰が出てきても A ブロックから立ってきたというだけで戦う価値があると思います。ただ優勝するのは今年は自分だと信じております。頑張ります。以上です。このシニアリーグ戦初出場で初優勝を狙って、最終的に石井啓介選手のオーツベルにまた挑戦したいと思います。はい、ありがとうございました。それでは、同ブロックでですね、マークしている選手いらっしゃいましたら、お願いいたします。まあ、個人的には2人いるんですけど、佐藤光選手と丸山敦選手ですね。ちょっと1番の山場になるんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございました。それでは、決勝戦で戦ってみたい相手いらっしゃいましたら、お願いいたします。まあ、ジュニアチャンピオンの石井啓介選手に、勝って、また挑戦させろと言いたいです。はい、勢いはもちろん目指すのは優勝です。去年ジュニアのリーグ戦シングルタッグともに出場しませんでしたけども、今年はそのファンも、他の選手とは違うって思ってる人もいるかもしれませんけれども、しっかり頂を目指してきたつもりであります。それをこのリーグ戦で見せつけるのも僕の役目だと思ってます。はい、ありがとうございます。それではですね、同ブロックでマークしている選手いらっしゃいましたらお願いいたします。はい、一番やっぱり丸山敦選手ですね。実は僕がマスクをかぶってる時代、丸山選手のマスクをかぶってる時代、お互い別の姿で戦ってますけども、その時ものらりくらりとしたその中で強さ、その得体の知れなさというのを今までで一番恐ろしく感じた選手でもあります。しっかりと、予防接種、インフルエンザの予防接種打って戦いに臨みたいと思います。そしてマークするのは丸山選手ですけど、勝つべき選手だと思って、勝つべきは佐藤光選手、この人選手、必ず勝ちを挙げたいと思ってます。ありがとうございます。それでは、決勝戦で戦ってみたい相手がいらっしゃいましたらお願いします。はい、僕としては武田正史選手です。ほぼ同キャリアという中で、今まで触れる機会はほぼなかったので、武田正史選手とこの場で、決勝で大阪のリングで肌を合わせたいと思います。はい、全日本プロレス岩本浩二です。自分は、1月1日付で全日本移籍してからまだ全日本のリングで、勝ち星を挙げたことがないので、優勝っていうよりは目の前の一戦一戦を、かけずに戦って一戦一勝でいきたいと思います。ありがとうございます。それでは、同ブロックでマークしている選手いらっしゃいましたらお聞かせください。はい、自分は青木さんです。年明け所属第一戦で青木さんとシングルマッチやらさせてもらって、ものすごい力の差を感じたので、この1ヶ月ちょっとで自分がどこまでいけるのかっていう力を試したいと思います。はい、ありがとうございます。それでは、決勝戦で戦ってみたい選手がいらっしゃいましたらお願いいたします。はい、自分は、若い世代で盛り上げていきたいので、青柳選手とぜひ決勝戦で当たりたいと思ってます。皆さん、こんばんは。こんばんは。田中美濃です。よろしくお願いします。このジュニアの全日本プロレスのジュニアのリーグ戦、若い全日本プロレスの在籍してる時4回出てるんですけど、4回も大した結果は残せてないので、今年は大した結果イコール優勝という結果を出したいなと思っております。そして僕はまだインフルエンザやってないので気をつけたいと思います。こちらのブロック、いい選手揃ってますので、特に誰もマークするのがなく、一番近いところ開幕3日後にはこのピンク色の方と試合をしますので、今頭の中のこのピンク色のことで頭がいっぱいです。はい、それでは、決勝で戦ってみたい選手いらっしゃいましたらお願いします。そうですね、
マークする選手がいないイコール決勝で戦いたい選手も特にはあれなんですけど、まあ、僕は間違いなく決勝に上がりますので、俺が決勝に上がった時に目の前にいる相手を倒す。かっこいい、よく言ったんですけど滑りました。はい、そんな感じです。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、デスマッチファイターの武田正史です。この全日本のリーグ戦、デスマッチではないんですが、何をするかわからないのが武田正史だと思ってるんで、まあ、皆さん、B ブロックの選手、何が出るかお楽しみにしててください。そして3月には、デスマッチのリーグ戦にも参戦が決定しているんで、この全日本で優勝して、そして3月のデスマッチのリーグ戦にも弾みをつけたいと思うんで、あります。ありがとうございます。それでは同ブロックでマークしている選手いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。そうですね、まあ、マークする選手、まあ、前年のチャンピオン青木さんもいるし、まあ、今のチャンピオン石井君もいるし、まあ、ベテランの田中選手もいるんですけど、まあ、誰に勝ってもね美味しいんで、まあ、ここは誰もいないということでお願いします。ありがとうございます。ちょっと、決勝戦で戦ってみたい選手いらっしゃいましたら。戦ってみたい選手いません。そしてやりたくない選手います。丈夫で何だとか言ってたちっちゃい人やりたくありません。以上です。世界ジュニア王者石井啓介です。意気込みは2年前のリーグ戦で2勝2敗という不本意な成績だったので、今回はチャンピオンとして結果を残さないといけないなと思ってます。はい、それでは、同ブロックでマークする選手がいらっしゃいましたらお願いします。まあ、はっきり言って初対決の選手を含め僕はこの中で誰一人も勝ったことがないので、そこは全員マークしています。はい、ありがとうございます。それでは、決勝戦で戦ってみたい選手がいらっしゃいましたらお願いいたします。佐藤光選手です。2012年5月13日大阪大会で12分56秒クロスヒールホールドでやられているので、その時の借りを返したいと思います。はい、青木敦です。まあ、リーグ戦ということで目指すは優勝、それのみです。はい、ありがとうございます。それでは、同ブロックでマークしている選手いらっしゃいましたらお願いします。はい、同じブロックといっても、リーグ戦なので、戦う日も違うし、その日の勝ち越し、相手の勝ち越しの状況にもよりますし、マークするって言ってもどういうふうに変化してるかわからないので今の時点ではありません。ありがとうございます。それでは決勝戦で戦ってみたい選手がいらっしゃいましたら。はい、まあ、去年の話になってしまいますが、去年は、自分がリーグに向けて、反対側のブロックで、優勝戦なんか決定進出決定戦みたいなのをヒカルさんと、丸山選手と戦って、それでまあヒカルさんが勝ち上がって自分と2試合目ということでリーグ戦を決勝をやったんですけども、そういうことを考えると、今度はちゃんと先生のことと同じ条件で優勝を狙いたいなと思ったんですけども、その以前に丸山選手がもしかしたら言うかもしれないし言わないかもしれない僕は知りませんということを聞きたいので、優勝決定戦というのは丸山さんとやりたいです。なのでお互い頑張りましょう。青木選手、佐藤選手の2人にお聞きしたいんですけれども、この2人はこれまで全日本ジュニアを引っ張ってきた2人だと思うんですけれども、去年は DDT のベルトを流出して、今、現チャンピオンはこうやって DDT で実践してあると。この状況をこう打破する意味でも、このリーグ戦というのはかなり重要な戦いになると思うんですけど、その辺いかがでしょうか。はい、まあ、ベルトが他団体流出しているという状況なんですけれども、正直言うと、去年はリーグ戦の時にベルトがかかって、で今年はまあかかってないんですけど、なんていうのかな、まあ、今横にいるからあんまり言いたくもなかったんだけど、正直、まあ、彼が世界中にはベルトを持ってるからどうのこうのっていうところで波が来てないと思うんですよね。まあ、はっきり言ったらなんか無味無臭だし、でそれによって何か影響があるかって別にそんな影響もないと思うので、まあ彼がねベルトを飾りだけにしているんだったらそれはそろそろ返してもらわないといけないなと思うだけなので、まあリーグ戦でしっかりと優勝してね、その先にねまた何か見つけなきゃいけないし、
なんだったらリーグ戦の間に何かを仕掛けて彼にね、あのベルトをねちょっと意識させることをさせあのしないといけないかなと思ってます。自分が持ってない時点で誰が持ってるのも同じですね。初出場のラウン選手、岩本選手の2人にお聞きしたいんですけれども、今回はこういう舞台、チャンスが巡ってきて今プレッシャーとは当然あるかと思うんですけど、それ以上にこう燃えるものがあると思うんですけど、その今の気持ちというのは今年リーグ戦後に直前になってどんな気持ちでしょうか。まあ、この公式戦なんでやっぱプレッシャーというのもありますけど、そういうプレッシャーにはやっぱ負けたくないですね。はい、そのやっぱりジュニアでしか盛り上げることができないこのリーグ戦なんで、ジュニアにしかできないような戦いを僕もやっていきたいなと思ってます。はい、自分は、全部今のところ負けてるのでプレッシャーっていうのはもう全くないですし、もう行く前進あるのだと思ってます。チャンピオン石井選手にお伺いしたいんですけども、今ベルトを保持している状態でリーグ戦でというシチュエーションですけども、これでリーグ戦に優勝すれば、この子の全日本ジュニア、文句なしのトップになるというのを含めて、このリーグ戦にかける意気込みの言葉もあると思いますけども、いかがでしょうか。はい、世界ジュニアを見たときも、まだ倒せない選手いっぱいいるので、このリーグ戦、勝ってない人を倒せば、そうですね、説得力も増すと思うので、はい、そこはもちろん意気込みます。田村選手、お伺いしたいんですけれども、もう恒例になりつつあるフィギュアなんですが、今日は金本浩二選手ですかね。金本フィギュア持ってきました。金本さんはベストオブザスーパージュニアで多分一番決勝に上がっている選手だと思うので、これを守り神に僕は決勝まで上がって優勝したいと思います。